乾杯。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 ああ、うまい。ああ、美味しい。ああ。どうですね。ね。うん。どうしようかな。どうしようかな。言おうかな。言わないかな。言ってよ。何？あの、お手紙を。え？お手紙というか、うん、手紙にできなかったんだけど、文章にはできたので、あの、携帯にメモってるんで。なんで？やめる？いや、いいよ、読んで。俺も恥ずかしくなってきた。やめようかな。なんでよ。え？読んで。恥ずかしいな。恥ずかしいな。りょうちゃんへ。うん。今日は、いろいろ本当にありがとう。すごく、楽しい時間を過ごせました。今回は、もちまるがいない旅行になりましたが、もちまるを大切にしてくれるお隣さんがいるので安心して来れました。もちまるはご近所さんにも見てくれてる視聴者さんにも愛される子に育ってますね、うん、本当に感謝してます。僕は前にも少し話したことあると思うんですけど、りょうが男ならば僕は、女性として出会うことができたらよかったなと思ったりしてます。りょうと僕とそして僕らが産んだ子ともちまる4人という選択肢がどこかの世界であったらよかったと思ってる、僕が女性であったら今の法律とか特に気にしなくてもいいことが多すぎる、です。まあいろんな制度とかはあるんだけど、僕は両党の間で俺が産む子供が欲しかった、それともちまるね、そんなことを話したりしたこともありますね、ただそれ以上に今は今ですごく満足してて、この先も僕らともちまるが一緒に暮らせたらそれでいいと思えるようになりました。超頼り。ありがとう。そもそもね、翔ちゃんじゃなかったら好きになってないからね。いや、まあなんかいろんな制度とかね、里親制度とかもいろいろあるけど、そうだね、実際は僕が産むりょうちゃんとの間の子が一番の理想だなって思ってた。まあそれはね、ちょっと物理的に難しいからね。まあね、今の技術じゃ。まあね。まあね。なんか前も手紙読んでくれたよ。
ただきます。乾杯。はいはいね、うん、いやー、小田原に来てるのにメッキの銀次うん、おいしい。うん、でもちゃんとご飯が食える幸せ。うん、おいしい。ご飯と味噌汁おかわり言ってくるでしょ。うん、耳が聞こえる幸せ。ああ、そうよね。よかった、旅行に間に合って。まだ集中ですよ。うんうん、おいしい。食べない、食べたい。これもちょっと食べて。絶対好きよ、翔ちゃん。あ、それ食べたくない。酢飯あんまり好きやねん。あ、うん、うん、うん、ね、おいしいね。うん、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 おいしい。おいしいよね、このごまだれの。まだれ、まだれうまっ。ごまだれがうまいのかな。うん、なんかうまい。え、この後どうすんの。その後はもうお土産を買って、うんうんうん、あと駅弁買って、はいはいはい、ビール買って、ビールもう帰るか。あっという間だったな。今回のホテルめっちゃ良かった。また行きたい。なんかエロいし、なんなの、なんかいちいちエロいんだけど。露天風呂もあってさ、天外付けのさ、うん、ベッドだったよ。はいはいはい。結局一緒に寝ました。なんなの、なんなの。いらない。いるよ。みんな気にしてるかも。てかさ、あれ、うん、ダブル一つでシングル二つでしょ。うん。4人で泊まるようでもないよね。だって、4人で泊まるようだったら、まあ、そうね、4人泊まって、誰かダブルで寝るかみたいな。うん。おかしいよね。うん。確かに。だから、あそこは、ことを済ますダブルベッドと、はいはいはい、一段落したシングルよ、あそこは。あ、なるほどね。じゃないと、ちょっと、割に合わない。でも、大体さ、行った後はさ、うん、一緒に寝るんだよ。なあ、そんなことない。そんなことない。てか、そういうのよくわかんない。もう、こっちに入れたら、いいよ、別に。これね、アラジル？アラジル。あれでも、本当はなんか身なんか食わないもんなんだよ、アラジルって。あっかはっかだけ？うん。だね、本当は。でも俺もまた食べちゃうから。うん。身がついてるからさ、もったいないじゃん。うん。今回の旅行行きたかったところ全部行けたからさ。恐竜も見てきたし。足りる？足りる。駅弁食うんでしょ？食べる。すごいじゃん。そうだったよ。ついさっき行ったばかりなの、駅弁買って、つって。買ってあげる。いいよ、俺が買ってあげる。いいよ、いいよ。めっちゃ怒られるから。さっきもなんか自分の意思はないのかめっちゃ怒られる。刺身がいいのか、なんか、婚活にするのか。だからよくわかんなかったから。はっきり言ってほしいと思う。いろいろ考えちゃうからさ、ね、本当は食べたいけど、食べればいいよ、ね、父ちゃんが食べたいからどうなるのかなみたいな感じ考えてたら入れられた。もういい？何が？ OK って言うか。あ、おいしい。面白くないよ。笑わないの。また怒られてもいいのかと思っちゃった。でもこの分だとさ、予想よりさ、だいぶ早く。そうなんだよね。どうしてる？かといってさ、雨降ってるからさ、小田原城とかにもさ、え、小田原城行く？行かない。え、そしたらもうどっかで飲んどく？ここで飲んで時間過ごしてもいい？そうね、早く帰ったら帰ったらね。今帰ったらゆっくりするくらい。でもなんか子供たちが来てくれ
るから、そうね、早く帰ったら落ち丸との時間が奪っちゃう感じになるのかわいそうだ。せっかく遊ぼうと思ってたのにみたいなね、見てくれるからさ、そうか、それだからおつまみみたいなの頼もうか。うん、そう、何これ、美味しそうなつぶ貝と、美味しそうじゃない、美味しそう。おかわり。いちいちかわいい。それめっちゃ美味しかった。つぶ貝としめじのガーリックバター焼き。ご飯とかで。あ、いいじゃん、いいじゃん。いやいや、まだこれからお土産選びっていう現実が待ってる。もうアマゾンで買えば。バレないって。でもありそうだよ。うん、バレないよ。あるか。今どこからでも手に入るんだろう。うん、しかも明日とかどうでしょう。そうだよね。絶対バレないよ。そうする？もうバレるけど。何が？みんな見てるから。見てないよ。見た見た。美味しいね。結構うまい。足りる？足りる。お腹。あ、足りる。だってほら、お弁当買うから。あ、そうだった。忘れてた。お弁当買うんだ。どうせ子供たちに、子供たち下で遊びしといてもらって。じゃあ俺らちょっと上で寝てるんで気まずい、気まずいよ。で、好き勝手下で遊んどいて、全然嬉しいし、何も気使わないといけない。どうやったんだ、気使わないでよ、俺は帰りたいのよ。でも早めに言えばいいじゃん、ちょっと早めに着そうですよ。でも下手したら子供たちとかは今の時間からさ、今日はワンちゃんに会えるんだって楽しみにしてるかもしれない。うん、まあまあ。そのために友達との遊びも決してやってくるわけでもなくて。でもそこまで気にするんだったら、ちょっとゆっくり帰ったりで。出入り自由なんですよ、地域。地域の子供たちが。いや、違うよ。お隣のですね。大家さんのところ。嬉しいよね、こちらも。なんかあっても、あの子供たちが助けてくれる。ない。何助けてもらう、将来的に。何だろう、どっかの第一実業家になってる。確かに。で、小さい時から、お年玉あげてきたんだよっていう、あれをね、養ったら。そしたら養って、雇ってもらおう。うん、そうしよう。うん、実業家になってもらって、ちょっとそこのビルの使い勝手いいところで働かせてください。夢が広がるね。うん、そう、昼寝したくなってくる。何よそんな、いやいや、変なこと考えんだよ、ね、ホテル連れて帰るじゃん。いや、眠くなってきた、ちょっと休まない。そんなよくあるパターン、そんなベタな誘い方ある。ちょっと一回休めない。やったことないよ。